野崎とドラムの関係、ザイールはテント、ジャミーン奇跡の子、日本とバルカは未来永劫友好国、3年前に何が、長野専務の表情、べき半年。これ以外にも多くの謎がありますが、果たして回収されるのでしょうか。まずは長野専務です。長野専務は神社に呼び出されて取り調べを受けましたが、その時に監視カメラの位置を気にしたりというので非常に気になる行動が多かったわけですが、最後にこの表情をしてから一切音沙汰なしです。一時はジャーナリストの飯田が長野なのではないかと言われていましたが、実際に出てきた飯田は和田総光さんでした。しかしさすがに和田総光さんが年を取って長野専務になるというのはちょっと考えづらいなと思います。残り2話で丸菱商事も出てこなくなって、果たして長野専務が別班員として現れるのか、それともこのまま現れずに終わってしまうのか。これで終わってしまうと、あの怪しい表情はただ単に不倫がバレないだろうなとか、本当にこの話外に漏れたりしないよなというような表情だったんでしょうか。これで出てこなければ長野専務はただの不倫野郎になってしまいます。クロスが太田里穂に対していざという時守ってもらうためかと言った時に、太田里穂は最初はそうだったんですけどねというふうに言っていましたが、ここにもしかするとワンチャンあるかもしれませんが、もしそれが守ってもらうためから不倫関係に発展してしまったということであれば、長野専務はただの不倫野郎ということになると思います。最後に期待したいところです。次はノゴーンベキのこの言葉です。ジャミーンに対してまた一人にしてしまったなと言ったこのまたです。または一体どこにかかっているのか。ジャミーンはアディエルと一緒に住んでいたはずです。母親が亡くなった時もおそらくアディエルと住んでいたと思われます。果たしてジャミーンはどこで一人になったのか、母親が亡くなった時アディエルがいなかったのか。こう考えるとジャミーンが一人になるタイミングが全くわかりません。ジャミーンが一人になるタイミングがあったとすれば、これではないのかなと思います。それはジャミーンが孤児であったということです。孤児であったならば孤児院にいるジャミーンをアディエル夫婦が自分の子供として育てるために引き取ったということで、その孤児院にいる間ジャミーンは一人であったということならば十分可能性があるのかなと思います。そしてその孤児院に入った理由が、ジャミーンが一人だけ事故で生き残ったとか、そういったことが奇跡の少女というふうに呼ばれるようになった理由なのではないかと考えました。事故か何かで一人だけ奇跡的に生き残ったので、ジャミーンは奇跡の少女と呼ばれるようになった。そしてそのジャミーンをアディエル夫妻が引き取って自分の子供として育てていた。ノゴーンベキのまた一人にしてしまったなは、孤児院にいる時にジャミーンが一人だったことと、アディエルとその奥さんが亡くなって一人になったことに対してのまた一人になってしまったということだと思います。7話のカオルが乃木に送ったメッセージ、このメッセージの中に
ヒントがあると福沢監督がおっしゃっているということなので、果たしてどんなメッセージが隠されているのか、メッセージを拡大して見てみましょう。メッセージはこのようなものです。今日来てくれたんですね。ジャミーンに聞きました。どうして帰っちゃったんですか。仕事大変みたいだからまた連絡します。今日からジャミーンのリハビリが始まりました。順調です。ジャミーンも寂しがっています、というこのメッセージですが、これを見てまず気づくことは、今日来てくれたんですね、ジャミーンに聞きましたというところは、今日の後に句読点がある。そしてジャミーンに聞きましたの後に丸がある。その次のメッセージ、仕事大変みたいだからまた連絡しますは、仕事の後に句読点がある。そしてその次、今日からジャミーンのリハビリが始まりました、順調です。この二つは最後に丸がある。一番最後のジャミーンも寂しがっていますは全く丸がない。この句読点や丸があることとないことに何かメッセージがあるということなんでしょうか。まず最初に見て気づくのはこの句読点と丸です。句読点があるところはそこで切り、丸がある行は全部読むということなんでしょうか。それでやると、今日ジャミーンに聞きました、仕事始まりました、順調ですという感じになりますが、まあつながっているようなつながってないような、わかるようなわからないような文ですが、何かこの言葉に意味があるんでしょうか。そしてこれは合っているんでしょうか。このメッセージで気になるのは、ジャミーンに聞きましたという部分。ジャミーンに聞いた、ジャミーンは話せなかったはずですが、この聞きましたというのはどういう状況に対して聞きましたという表現を使っているのか、ジャミーンが言葉で話したのか、それとも文字で筆談をしたのか。とにかくこのカオルのメッセージが乃木憂助をバルカに行かせる決断をさせたということのようです。乃木憂助がアマン建設へ行くと言った時のアディエルの表情、一瞬表情が曇りました。これを見る限り、アマン建設で何かがあったというのは間違いなさそうです。ジャミーンの母親の事故と関係しているのか。建設会社ということは、何か上から鉄骨のようなものが落ちてきてジャミーンの母親が亡くなってしまったとか、アマン建設の車にジャミーンが跳ねられそうになったのをかばって母親が亡くなってしまったとか、そういうようなことがあるのかもしれません。そして一番不可解なのはザイールです。アディエルが亡くなった時にも、アディエルが亡くなりましたとノコルが言っていました。そしてノゴオンベキもアリの話をしていました。しかしここまで一切ザイールの話は出てきていません。自爆したにもかかわらずです。そうなってくると、ザイールはテントではないのではないか。もしテントのメンバーであれば、何かしらここまで話が出てもいいはずですが、一切ザイールの話は出てきません。しかしアリがダイヤモンドに変えてザイールに送った文はしっかりテントのアジトに届いているようです。そうなってくると、ここまで全く言及されないザイールはテントではなく、ただの運び屋であったと、テントとは全く何の関係もないということなのかなぁと思います。ザイールはテントではないということです。山本はブルーウォーカーの情報をテントの情報部に教えてもらったと話していました。そしてノコルは、ブルーウォーカーが別班に手を貸したのは事実のようですと話していました。つまり
ブルーウォーカーが手を貸したかどうか判別できる人物がテントの中にいるということになります。では誰がその役目を担っているのか、それがノコルなのではないかと思っていたんですが、今週ピオが画面の前に座っている写真が出てきました。もしかしてピオがハッカーなのか。ピオがハッカーであれば文武両道ということになります。ノコルがハッカーなのではないかと疑った理由は、このピストルを背中に刺していたということです。つまりこれはこういった交渉ごとに全く慣れていない、だからあんなすぐ取られるような後ろに刺していたということなのではないかと思います。普段はこういった場所には来ないため不用意に後ろに銃を刺すというような行動に出たのではないかと思います。とにかく間違いなくテントのメンバーの中にブルーウォーカーでさえどこの誰であるか身元を突き止められる能力を持ったハッカーがいるということは間違いありません。すべての能力で乃木憂助に負けていると思われるノコル。それではあまりに救いがないので、せめてこのハッカーの能力だけでも乃木憂助を上回っていてほしいと思います。9月10日本日ビバン祭りです。夜7時から緊急生放送150分スペシャル、夜9時30分から第9話79分スペシャルです。たっぷりとビバンを楽しみましょう。ご視聴ありがとうございました。